瑠ちゃんです。文丹です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天的影片呢主角就是我们的文丹。本日は私が話させていただきます。那我们其实之前也都有拍日本呢一年会有两次发奖金的时候，一次是年中，一次是年末。那文丹呢他都会花一整年去想自己想要什么东西的，文章都会在年末的时候买礼物给自己，犒赏自己努力了一年。そう、私はね、大体その夏出るときは貯めるんですよ。で、冬に出るまでに欲しいものをなんかリスト化して買おうかなって思ってます。そう、で毎年本当絶対やるので、去年も動画撮ったんだよね。前はディオールのちっちゃいバッグを自分のご褒美として買いました。文丹是买一个东西就会非常长期用心使用它的人，所以我觉得他买东西就买得很值得。因为文丹都会先决定要买什么，所以他去店里都决定得很快。哦，我就是要这个。店员さんとしては結構嬉しいよね。如果我是店员，会觉得超幸运，强大的业绩。そう、大体もう決めていくんで、もう試着とかして、あ、いいじゃん、買います。で、すぐ買います。对，我是店员的话就会觉得超幸运。那这一次呢，文丹他买了两个东西，这两个东西呢是他给自己的小礼物，然后另外呢，我们还买了两个东西想跟大家介绍。第一个呢，ズズン、またディオールのものですね。ディオールの店で買うとこういう風な。男性は銀色、女性は金色、キーホルダーをもらえるので、すごくね、お得感があります。これめっちゃ可愛いんだよね。そう。しかもあとなんかディオールのその、紙袋がすごい好きで、ちょっとね、ザラザラしてて、ちょっとね、革のような感じで、すごいね、高級感があります。キーホルダーがこんな感じです。まあ大体ね、この長細いのだと何かって、男性の方は予想つくかなと思います。じゃあ、早速開けてみます。先週買って、家に1週間置いて、紹介する前に絶対この糸を開けたくないので、ずっとうちに1週間放置しました。そう、また綺麗な包装されてます。楽しみだな。なんかワクワク、なんか綺麗に開けたいけど難しいね、これ綺麗に開けるのが。まあ使うからね。おお、綺麗。ネクタイです。ネクタイです。今遠目からだとまあただの青いね単色かなと思うんですけど、近くで見るとねこういった形でディオールのまあロゴがバーッと敷き詰められてます。敷き詰められてるんで強調されてる感じではないので、ビジネスシーンで使おうと運搬を持っております。細い方にはディオールのロゴがしっかりと入っております。結構ね種類があって何色か結構悩んだんですよ。对，就它意外的颜色超多的，然后我们就想很久，就是要跟文丹平常的风格搭配，因为觉得太正式就没有那么文丹的感觉。然后颜色如果比较浅的话呢，又觉得有点太强调它的品牌了。那我们每个颜色都拿来比比看之后呢，觉得这个深蓝色是最适合它的。ちょっと落ち着きのある深い青にしました。結構青いスーツとかあと青いシャツを着ることが多いんで合わせやすいかなと思います。对，那因为其实文章之前就是一直很想要领带，我们一开始去买的时候觉得领带好像也不用买到太好的，所以后来就是买回去之后，文章发现长度问题啊，还有其他问题，就导致他到最后都还是用同个领带。素材とかもいろいろあって、これとかのまあシルク 100% なんですけど、シルク 100% だとすごい上品に見えるし、高級感があって好きです。昔買ってたなんか綿とかが入ってるやつだと、なんかちょっとね毛玉ができてきちゃったりとか、あと洗濯で中の綿が移動しちゃってなんかいびつな形になってたりとかして、一本はいいの持っときたいなと思ってこちら今回買いました。文丹很喜欢ディオール。そう、結構ねなんか毎年ディオール一個ずつ買っていきたいなみたいな思ってます。いや去年のあれ本当に良かった。あれめちゃめちゃ使ってるよね。あれのいいとこってちっちゃくてショルダータイプだから手がね開くんですよ。あとねあれウォレットタイプになってて、カードとあとお札入れるとこがあるんだよね。お財布を持ち歩かなくてもあのバッグさえあればいいみたいな。然后他比较大的东西都放在我这。そんなことないよ。夏の時に飲み物買って全部私のバッグに入れてる。まあでも結局そのバッグ私持つんですけど、ね。確かに。ということで第一つ目はネクタイです。第二样东西呢也是文丹很满意，然后一直很想要的东西就是这个。一瞬見たら何かなと思うんですけど、これはクリスマスの日に買ったルイ・ヴィトンの袋となっております。めちゃくちゃ可愛い。因为我们两个去第一家ルイ・ヴィトンの时候、文丹就很想要这个东西、可是他就只剩下试穿那一件、然后我们就想说他用邮送的好了、可是邮送呢就是没有这个纸袋、就是一般纸袋、可是文丹就非常非常的想要这个圣诞节包装、然后他们店员就马上帮我们查附近还有哪家店是有现货的、我们就直接去买、所以才拿到这个纸袋。ちょっとね、妊婦のルーちゃんを連れてちょっと申し訳ないなと思いながら、まあでも
こういう風にね、ちゃんと袋ももらいました。でも楽しかったです。すごい可愛いよねこれ。そう、本当クリスマス仕様で赤と金色で、中身の方がこちらです。ででん、なんかこれもちょっとクリスマスな感じしない？このリボンももしあったらつけますねって店員さんが言ってくれてて、じゃあぜひお願いしますってつけてもらいました。对，就是文当放在我们家放个礼拜不介绍，就是因为他想要给大家看这个包装的感觉。因为我一直跟他说，你要用就赶快打开用，没关系，反正你就是跟大家介绍你买了什么嘛。文当说不行，他就是很坚持，他想要跟大家介绍这个包装。自分用なんですけど、まあ自分へのプレゼントということで、ちょっと嬉しい気持ちです。新宿の路面店で購入したので結構大きかったんですよね。私もふーちゃんの車キーホルダーそこで買ったよ。あ、そっかそっか。あ、そうだ。あれもちょっとみんなに見せよう。那个是我两年前买的文当的生日礼物吗？我有点忘记了。然后因为后来都没有买车，所以就没有用。那因为我们今年买车嘛，所以他就开始用。これもね、ルーちゃんが買ってくれてすごく愛用してます。で、こちらの方開けていきたいと思います。しっかりシールが貼ってありますね。取りやすいね。ね、こちらです。マフラーです。マフラーです。文当也是超想要围巾的，所以买到真的很开心。マフラー何種類か持ってるんですけど、まあどうせ買うならちょっとこういったねものもいいかなと思いまして購入しました。まあちょっと動画でわかるかわかんないんですけど、ちょっとねネイビーなんですよ。最初黒をもう元々ネットで見て購入する予定だったんですけれども、まあ実際に見たら青ってなんかすごい上品な感じがあって気に入りまして購入しました。最初ね、これだけ見ると本当なんかあいつものあのルイ・ヴィトンだっていう主張が強いなと思ったんですけれども、実際ねこれつけてみるとそこまで主張が強くなくて、うん、おしゃれに見えました。普通にねあのビジネスの日でもつけていこうかなと思ってるぐらい好きです。これしかもリバーシブルになってて、まあ、表はこういった濃いネイビーなんですけど、裏は灰色とまあほぼブラックですねのモノグラムになってます。またこれがね気分によって変えることができるん で結構ね長いんでいろんな巻き方ができるなと思います。然后跟大家说，文当自从买了这个围巾之后呢，他每天都在上网找围巾的围法，就看有几种围法可以围围看。そう、こんな感じでつけることができます。可愛いよね本当に。だから実際に巻くとモノグラムが見えるところってちょっとしかないんですよね。うん、おしゃれ。そうで、まあ、このルイ・ヴィトンを見せるか見せないかも選択ができるので、こういう風に隠すこともできるので、就真的我们最近发现呢，脖子的御寒真的非常的重要。因为有一次我们两个就在外面散步，就觉得天哪，超级冷的。然后那时候文当他穿的外套就可以把领子立起来，结果领子立起来之后就发现，哎，超暖的，整个体感温度上升好几度。然后我们就发现，哇，脖子真的很重要，所以就觉得文当围巾买的正好。他の服にも合わせやすいかなとも思ったんで、まあ最終的にはこちらにしました。今年はすごい出費が多くて、いろいろ考えてたんですけど、まあ、ハネムーンも行きましたし、車も購入した。そう、妊娠も発覚して、まあ、妊娠にかかる、その、産院のお金だったりとか、まあ、いろいろね、支払うものが多く、そこら辺も考慮して、今回はね、この2点にしました。合わせて、まあ、11万、12万ぐらい、今回はちょっと抑えました。持ちのために、今回は。貯金しようと思いました。对，就真的是从怀孕之后呢，文当就把他自己的物欲转成想要买给小孩子的东西，这一点就觉得他转变也是蛮大的。あの位の方がね昇格しまして、給料とあとボーナスの方もまあ上がったので、本当だったら持ちのためにもっとなんかいいもの買ってあげたいなっていう思いの方がなんか強くなって、今回はそこまで。なんか物欲があったわけではなかったですね。以上2点でした。其他跟大家介绍我们两个买的日常的东西。那首先呢，是因为今年冬天我们两个都很明显的感到非常非常的干燥，所以文当就买了那个 QL 的喷雾。全然案件とかではないんですけれども。案件っぽいねめちゃ。ね、なんかこの流れで案件っぽいけど全然案件ではなくて、まあ単純に昔キュレル使ってたんですよ、これスプレータイプ。今年もすごい乾燥するし買おうと思って3本セット買いました。これしかも化粧の上からシュッシュできるんですよ、すごく便利。它的分子很小，所以就用起来蛮舒服，然后有一点点清香。これめっちゃいい買い物。いや本当、これは本当いい買い物だなと思いました。那第二个呢，是我们在逛书店的时候买的，男の子のハッピー名前辞典。对，因为我们两个就非常的烦恼小朋友的名字要取什么，就已经到快出生了，我们两个到现在都还没决定。やっぱり自分たちの考えだけだと狭いんですよね、範囲が。なんでこういった
本からインスピレーションを受けてもっとね考えることがあるんじゃないかなと思ってこちらの方購入しました。我们两个买完书回家打开之后发现他有送这个出生证都可以就生小孩之后呢填上可以拿到户政事务所去登记的。これはね入ってること知らなかったんですけど。そうちょっとお得感。そうお得感がめちゃめちゃありました。给大家看一下这本书，我们觉得很值得哎，因为它里面的内容呢就是非常的丰富。例如呢有从发音来看的名字，还有出生的季节。像我们现在翻到的是八月的 keyword， 那就可以看到八月几月几号分别是什么日子来看，那就可以想到。这个小朋友出生的时候呢大概会是怎么样的季节的感觉。那后面呢还有是从氛围跟印象来取名字，像是有自然的感觉，像川跟湖跟水边还有海，会大概用到哪些名字跟汉字的感觉，还有这种艺术文学啊跟日本男儿的感觉。那后面这里还有外语跟外国人名字的感觉，像英语跟法文，然后还有从汉字开始想的名字，然后这里就有提供非常多字。我们两个也很喜欢这个，因为就可以选我们自己喜欢的汉字来想。后面我觉得蛮特别的是他们这里还有一些注意事项，像什么时候要跟户政事务所交那个出生证都有写在这里，然后还有提到一些像是如果小朋友啊他是没有日本国籍外国人在日本出产的场合怎么样。我觉得这一本就是大宝典，什么都有，我觉得买得很值得。好，这里面就跟大家分享文当今年买的两个狗后笔，还有我们两个的买另外两个东西。来年も取るのかな。うん、毎年なんかやっぱ自分にはご褒美をあげたいなと思ってます、ね、やっぱね1年仕事頑張ってきたんでねモチベーションにもつながって次も来年もいい仕事頑張るぞっていう気持ちでねいけるように頑張りたいと思います。そしたら今回の購入品紹介は以上となります。好、那谢谢大家看今天的这影片、我们下次影片再见、大家再见、バイバイ。バイバイ。这次影片上线的时候应该已经是1月了吧、那先祝大家新年快乐。新年快乐。新年快乐、バイバイ。バイバイ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしてもお祭り気分で行けばいい。今この時が大切。